エフライチャンネルです。どうも。さあ今日なんですけども、エミリアロマーニャグランプリ、はい、やっていきたいと思います。ロマーニャグランプリ。はい。まあ先週ねポルトガルグランプリ、はい、アルガルベ初開催ということで、まあ予想通りになった部分もあり、ならなかった部分もあり、まあ、ちょっとタローノート気が緩んでるんじゃないかと。まあそれタローさんに言われてもね。だって予想当たっちゃってますからね。1位、2位、3位。当たっちゃって、おいおいおいって何やってんねんっていう。あ、そっかそっか。お前の仕事それちゃうやろっていう、何当ててんねんっていう声がたくさん聞こえてきてましたけどね。だから自動1、2、3だったからね。自動3位までそのままいっちゃったからね。はい、うん、まあ、ボンちゃんおまけで12位っていうのも当ててましたね。撃墜されたのがリカルド選手と、赤の5番。ナンバー5。ぐらいのちょっと引きが弱かったかなと。うん、そうだね、はい。まあ、金曜日はねちょっとまだ金土まではちょっと、まあ頑張ったんですけど、あとは決勝も5周目ぐらいまでは頑張ったんですけど、ちょっとディプロイ切れてんじゃないかなと。まあまあ切れてるっていうかもうちょっともうだから神さんがね、だから太郎もまたこうシートの喪失の噂が今やっぱ野手さん待望論が今出てきてるんで、野手さんまた来年じゃなくてまた途中シーズン中の交代がまたあるかもしれないっていうね。そうだね。まあそんな感じで、井村サーキットね、久しぶりの2006年以来ですか、 F1 開催ということで、思い出せないぐらい前だよね。いやいや、まあまあ思い出しましょうよ、頑張って。2006年、その井村サーキット、はい、じゃあちょっと太郎画伯に解説していただきたいなと思っているんですが、まあでもイモラザーキットは誰でも書けるからね。まあまあそうですね、うん、昔からやってますから、80年代からやってますから、ね、ものすごい単純なコースだもんね。あれ単純なコースじゃなかった？あれあれなんか間違えてる。いやいやいや、多分合ってると思いますよ。あれ間違えてる。では、太郎さんが思っているイモラザーキット、はい、違ったな。え、単純なコースだよね。あれ違うの？この間空撮写真見てこれなんだっけって言ってましたからね。うん、言ってた、言ってたけど、え、すごい単純なイメージと合ってないってことなんでしょうね。え、イモラでしょ。え、イモラでしょ。はい、え、ちょっと、なんかチュン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 、ちょっとなんか違うコース変えて、まあほら、この間もほら、エテして別のオランダのコース変えちゃったからね。あれ違ったっけ。完璧。コースとしては完璧に書いてるはずなんですけど、はい、タモさんが思っているイモラとなんか違うサーキット書いてるかもしれません。大丈夫です。誰もコースの解説は期待してません。さあ、ハイダ昇降お姉さんと同じ立ち位置です。お、すげえじゃん。僕もう子供のヒーローじゃんだって。いや、タロさんが書いた村サーキットはこちらです。ドゥ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 ド
かり焼き付けて今週ねレース楽しんでくださいね。それでいうとイモムシ鼻あるんですかね。モスラあれしたらよかったかな。まあまあまああのねメインストレート、まあ、まあメインストレートここまでありました、ありましたよ。ありますあります、メインストレート。パラボリコどこ行きましたか。パラボリコ、これパラボリコどこ行きましたか。パラボリコこれ。ここはもう2000年代からこうなってましたよ。あでも最初こうだった。前回開催時から、うん。ああそういうことね。失礼しました。うん、でこれでもでなんとなくあってでまたバーン行って、うん、またこのビルヌーブ試験に登るんですよ。右左逆です。なんとなくあってなんとなく。で、トサですね、最初のヤピンね。トサ、こう。はい、で、ここからわーって、またこう、登って。うん、わー、登って。登った、登った、わー、登った、ほら。はい、バーン、こう、曲がります。これ、バーン、これ曲がった、曲がった、これ、バーン、曲がった。で、ギャーン、また下って。ギャーン、下った。赤目ねらり。うん、これ、こ、 こ、 この辺も。それ、手がこう、ブレてるのを無理やり試験員っていうことにしないでください。そしたらもう試験員だらけじゃないですか。で、ここでギャンギャン曲がって、うん、また登って。うん、登ってほら登った。2つ終わって、うん、今度はアリバリアンテ、うん、アルタですね。うん、なんかな。で、また下って、うん、って、リバンザ1個目、2個目。はい。はい、だいたい合ってんじゃん、これ。ほぼ。まあ、それで言うと多分全部合っちゃうと思うんですけど。まあ、昔はね、こう、わー戻ってきて、ここで最後また試験1個あって、そうだよね、なんかそんなイメージがある。なんで、なんで早くしちゃったの、余計に。そうすると、ストレート短いですから、こんだけしか前なかったの。あ、そうか、こっちを使って、あれしちゃったからね。そうそうそう。うん、前はね、90年代はここから、この試験員立ち上がって、ここまで、土佐まで全開でしたけどね。それはまあ、良くないということで、今、ここね、もう高速の試験員というか、まあ、S 字っぽい感じになっちゃってるんで。したんで、こっちをまっすぐにしたってことね。で、2000年代やってた頃はまだこう試験員があったんでね、ストレート非常に短かった。でももう抜け、全然抜けないサーキットだったんで、ここをもなんか把握して、まあ、DRS もここつけて。実際にはこうコントロールラインもうちょっとこの辺ですけど、っていう感じですね。まあ、ピットガレージもその分長くして、数多くして、あそうなんですね、まあ、今の F1 ができるぐらいにはなってる、あなるほどということですね。うん、まあ、非常にアップダウン大きいので、面白い、見てて面白いし走ってても面白いけど、結構テクニカルですね、難しいサーキットだと思います。なるほどね。しかもコース幅狭いし、何かが起きそうな予感がたくさんします。おーい、というわけで優勝予想やっていきたいと思います。まあ言うて、フェラーリの名が冠されているサーキットですから。ああ、そうか、ね、ミラクル起きますよ、そりゃ。ヨネノート優勝予想、参る。ハミルトン93。ああ、そういうことね。泣いてますね。あ、そうか、この間92だったから、92勝を更新したんで、うん、今回93回目の優勝をまた飾っちゃいます。なるほど。93rd、以上。説明いります？まあ、一応聞いときます。一応ね、まあ、いらないと思いますけど、まあ一言言えば自動1位が終わっちゃうからね。まあ、だから自動2位の人が頑張らなければ自動1位ってことですからね。まあまあ、ね、自動2位の人が頑張ってくれればレース面白くなるけど、まあ、頑張らない、まあ、頑張ろうが頑張ろうが自動2位だからね。だから自動じゃなくすれば手動で1位にすればいいんですけ ど、 あ、 なるほど、ね。うん、なかなかまあしていただけないということで、まあね、さっきも言った通りコース非常にこうアップダウンも多いし、こういう中高速のコーナーキャンキャン曲がるようなコーナー多いんですよね。となるとメルセデス非常に速い。おで、しかも今回2デー開催です。売り倉庫1回しかありません。ああ、そういうことね。はいはいはい。売り倉庫1回しかなくて、データが十分じゃない中で戦う、これ前回のポルトガルもそうだし、ニュルのアイフェルグランプリもそうでした。ああ、そうだ、雨降ったからね。その中で一番速かったのどこですか？ダイムラですね。メルセデスですね。ということで、まあ、ここ以外を押す理由がないんですよ。あ、残念ながら、まあ、ここっていうかハミ選手とかね。ここじゃない、ね。一応メルセデスを押してるんですけど、そのうちどっちかなって考えたら、まあ、ちょっとね、前回もボさん頑張れって言ったんですけど頑張ってくれなかったんで、まあ、まあ考える必要もないっていうことだよね。まあ、まあまあこの予想をね、いい方に裏切っていただきたいなと思いますけ ど、 ど、はい、ということでハミルトン優勝。なるほどね。よいしょ、はい、じゃあ続いて、レッドブル予想。レッドブル予想いきますか。いきましょう。まあ、ハミルトン優勝って書いちゃったんで、ちょっとタッペン優勝はないんですけど。ああ、そういうことね。まあまあ、でも、ね、まあ、でもハミチン書いちゃったから、もう自動2位だからな。なんか彼が2位でしょ。
ルストッペン2。おお、アルボン頑張っやべ、ついに応援モードが落ちてアルボン頑張っもうフィギュアスケートとかで弾くやつですね。でも応援するしかないと思うね。もう正直だから、ボンちゃんいるかなって書こうかなと思ったんですけど、さすがにいるかなはかわいそうなんで、頑張っていう、うん、もう何番でもいいよと、頑張ってもんなお前なっていう結果、ね、一応ほらガスリー、アルファタオリ残留って発表されちゃったんで、発表されたのね。ってことはボンちゃんここに頑張らなかったら即クビっていう、あ、可能性が出てきたってことね、はい、レッドブルかゼロかどっちかになっちゃいましたからね。あアルファタオリに降格っていうのはもうほぼないですからね。あ、なるほどね、うん、そしてたっぺん2、うん、まあ自動2位じゃないかもしれないと。なるほど、うん、あら自動2位かわいそうかわいそうか、まあ、分かんないし、もう自動2位なのにこの予想を裏切って手動で1位になるかもしれないからね、うんうん、ただまあ普通に行くと、うん、ちょっとボスさんはこのサーキット苦手なんじゃないかな。あ、そうなんだ。なんかこういうなんかこうくねくねしたサーキット苦手っぽい。あ、なるほど、ギュンギュンって行くけど、あのバーレーンとかね、うん、ソチみたいにガンガンガンっていう曲がって止まって曲がって止まってみたいなのは得意ですけど、うん、ここみたいにこうウヤウヤウヤみたいな、ウヤウヤウヤみたいなのはちょっと苦手、うん、というか、うん、ハミルトンのうまさがやっぱ出ちゃうかなっていう気がしますね。なるほどね。でそれで言うと、うん、あのレッドブルはこういう切り返し、うん、左曲がって右みたいなすぐにこう切り返すのがちょっと今シーズンの車あんま良くない。やっぱリアが不安定なんで、うん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 、キャンキャンがギャーンだけだったらいいんですけど、うんうん、キャンキャンがやっぱちょっと苦手っぽいんで、うん、それがここもあるしここもあるし、うん、ここもまあ切り返しではないけど、うん、かなりこう下ってってこう G が残りながらギャンって曲がるとこなんで、うん、これもすごく難しい。あ、じゃあそこちょっとここもまあ試験員だけどもここもギャンギャン行くし、うん、そういう意味でちょっと車的に得意じゃないサーキット。なおかつ結構縁石使わなきゃいけないんですけど、うん、縁石のこう乗り降りとかもやっぱメルセデスの足回り強いんで、レッドブルはあんまりね足回り良くないですよね、そういうとこは。なるほど。だからまあちょっと苦しいかなと思いつつも、うん、そこはなんとかタッペンが頑張ります。あ、結局タッペンは頑張っちゃうんだねだからボンちゃんも頑張っていう、あ、みんなで声かけてあげてください。まあ、まだかここもだからあの、まあ、レッドブルとボンちゃんってことだよねまあまあまあ、まあ、それはまあもう差があるのはしょうがないんですよ。うん、だからまあそこがね、だからもう今自動4位とも言われてないわけじゃないですか。そうだ、ね、ワンツースリー、普通に車の順番で言ったらワンツースリーフォー自動4位のはずなんですよ、うんうん、4位にも慣れてないから、うん、ちょっと頑張って。あ、なるほど。4位になれる人に変えられちゃうよみたいな。あ、なるほどね、うん、ということです、うん、はい。太郎さんとレッドブルホンダ予想いきますか。はい、よ、もうサクサクっとね、サクサクっと、まあまあ、あの今回も、当然ながらノーデータですから、こうしかっつり応援させていただきたいと思います。はい、では太郎さんのホンダ予想いきますよ。ドノーデ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 大丈夫、僕には契約がある。久々来ましたよ、アルボンのブルブルブルまさかの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 ね、これ最後までドキドキが止まらないですね、この優勝予想は。そう、だからちょっとなぜここがブルブルになったのかっていうね、うん、だからこの後に影響するんでここでは書けなかったということですからね。ほう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 。さあちょっと今ちょっとコメント欄が今すごいことになってる、ざわついてる、ざわついてるとちょっとそれはいくらなんでも応援しすぎじゃねえみたいな奇跡の奇跡、ここで奇跡の、ああ、こう奇跡、土壇場で踏ん張るのか、うん、来るかってね、逆に踏ん張らない方なのか、踏ん張らない方なのか、そう、どういう風にね、この後ね、展開するのか、そうですよね、だから、はい、コロナかもしれないですもんね、そうそう、もしかしたらね、注目ポイントでね、ヒュルケーンって出るかもしれないあ、それもよかったね、ちょっと違うんじゃん皆さん、どうなるかね、目が離せないですよ、はい。それでは中段予想参りますか。はい、
集団はね、やっぱちょっと難しいんですよね、データが確かにないので。どうでしょう、こういうサーキットだっていうイメージしかないですからね、うん、まだ走ったわけじゃないので、うん、ただまあイタリアなんでね。まさか、はい、あそこですか。だってあそこ、うん、ね、開幕前にここで走ってますからね、今まで。ああそうなんだ。フィルミングとあのテストやってますから。お、なるほど、はい、そこで言ったら10分ですよ。なるほど。しかも残留決定したばっかりだし、あの男がやりますよ。テキ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 テまあちょっと悩んだんですよ。はあはあ、アルファタオリーもね、さっき言った通り、うん、開幕前に走ってるんで、1日テストで、はあはあはあ、じっくり走って、それも新車だけじゃなくて旧型車も走らせて、うん、じっくりデータ取ってるんで、うん、まあちょっとアドバンテージないわけじゃないんですけど、うん、ただまあ車的にやっぱりあのさっきも言った通り縁石の乗り越えとか結構多いんで、足回りが強いさあの車っていうと、うん、今、まあ、ルノーかなっていうね。ああそういうことね。本当はあの速度域的にはレーシングポイントも押したいとこなんですけど、うん、言うてまあ低速中速コーナーも結構あるっちゃあるんで、うん、その辺レーシングポイントはまだまだかなっていう気がするし、る足回りはね今年コンセプト変えてるんで、うんうん、ちょっとまあまだあの詰め切れてないのかなっていう感じがする、うん、そこでまあルノーは速い、足回りがすごくいいので縁石バンバン乗り越えて走るっていうのも結構得意じゃないかなと思いますね、うん、2000年代にやってた頃、うん、マイルドセブンルノーの頃も結構早かったですからね。ああそういうことね、うん、ああマイルドセブンの頃ね、うん、なるほど。ジケラが勝ってるぐらい。へえ、まあ、それ、あよく頑張ってないってことだねまあでもチームとしてはエンストンねそのまんまですから、あ、まあ、ちょっと伝統的に強いんじゃないかなという、あそういうこと、願いも込めて、うんうんうん、またリカルド、まあちょっとね、うん、残りルノーで過ごす残りがだんだん減ってきてますから、うん、頑張ってもらいたいなということで。なるほど、はい、じゃあタロさんの中段トップいきましょうじゃね、はい、よタロさんの中段トップいきますよ、うん、バモーす、うん、バモーすに降格です。でも今回頑張っちゃうんで、汚名返上で4位です。じゃあなんでさっきのとこ4位って書かなかったんですか。中段トップだから。だから中段じゃないですから。レッドブルとメルセデス以外のトップを今予想してるんで。だからレッドブルじゃもうないんですよ、だからもう。あ、なるほど。今週末は。もう今週末は。違うチームから走ってるんですね。もう。じゃあさっきのレッドブル本の予想は何だったんですか。もう3、4位ってこう普通に書いてもね、もう力としてはもう中段トップなんですよ、だから中段トップも取れるかどうか、そう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 、怪しいとこですからね。だけど今回はちょっと頑張っちゃ毎回食われてますから、頑張っちゃってこうなぜか4位に、うん、自分でもよくわからない、だから4本指なんですか。そうそうそうだからちょっとうっかりちょっといい成績を残しちゃうんですよ。ああなるほどね、うん、そうでもこれが多分残留につながるかどうかはまた別の話で、うっかりだからほらチームはほらデータ見るでしょ全部、うん、なんでこいつ今回4位になっちゃったんだろうねっていうでもリザルト的には4位なんで、まあ、本人としてはよしこれで残留って思っちゃうんだけど、うん、ちょっともしかしたら残念かもしれないってね今残念かもしれないって言ったんで残留が早々に発表される可能性もありますね。まあ、ということでね、中段トップはアルボンドということで。だからアルボンド以外ではどこがトップ、誰がトップなんですか、中段は。だからこれとあれですよ、ペーペーペーですよ。あたたたペレソーチです。あたたたペレソーチ。今あの画面の前で河野さんがカックシ。河野さんも多分金曜日がないから今回。
ファクトリーでやる仕事少ないんですね、多分ね。ああ、そういうこと。まあ、土曜日、逆に土曜日出勤させられて、うんうん、フリー走行と予選までの2時間半の間に、うん、ギャッてみんなで一生懸命やらされるかもしれないですね。ああ、そういうことね。普段だったら、うん、あの半分の人しか行ってないところ、うんうん、もう全員だらーって2時間半でガッツリやるさーって言ってやるかもしれないですね。ゴロさん見てますか、ペーペーペーですよ、ペーペーペー、こっち、こっち、こっちじゃないですよ。じゃあストロール坊ちゃんが頑張るかもしれないですね。そうだね。では注目ポイント、はい、参りましょう。どこ注目していいかわからないんですけど。そうだよね、久しぶりだしね。まあまあ、でもそこはね、プロですから。そうですね、まあ、なんとかひねり出した注目ポイントはこちらです。おいって、フェルナンド・パロンソ。あれ何番十何番フリープラクティスですよ。何を言ってるんですか。あ、フリープラクティス、練習走行ってことね。 F1 初の2日間開催ですよ。あ、そういうこと、うん、フリー走行が1回しかない、うん、FP1、2、3 どころか FP しかないですか。うん、1も2もクソもないですよ。あ、そういうことね、1個しかないんだもん。あ、そういうこと。じゃあ FP って言うのかな、やっぱり。一応あのスケジュール上は FP1 って書いてありましたけど、ワンもクソもねえだろうと思いましたけど、まあ1時間半ね。この間ニュルガの時は、まあ結果的に60分の FP だけで予選決勝を臨んだわけですから、まあ出来高はないんですけど、今回しかも90分あるし、90分ね、はい、しかもタイヤもまあ3セット、2セット、6セットなので、ニュルの時よりは多いし、フリー走行で使える分がね。なので、まあ各チームちゃんと考えてきてるとは思うんですけど、うん、その1時間半を普段ね3回のフリー走行でやってるものをどうその1時間半に押し込むのかっていうのと、そのフリー走行が終わってからの2時間半、うん、予選までの2時間半でどういうふうに各チームデータを分析して予選までにセットアップ決め込むのかっていうのが今回のエミリア・ロマーニャグランプリの勝負の一つなので、ね、この1時間半のフリー走行をどういう風にみんな使ってくるのかっていうのは結構興味深いですよね。あのニュルの時はやっぱり1時間しかなかったんで、うん、もうロングランなんかほとんどできなかったんですけど、今回はまあおそらくやってくると思うんで、みんなそれをまあ最初のセットアップ確認、アタック練習、ロングランってこうどういう風に振り分けてくるのか、もしかもうちはロングランやらねえ、うん、なんだかんだ言って決勝が行われるのは午後だけど、フリー走行午前中ですからね。そういうことね。違うし、サーキットの路面もまだできてないでしょうから、うんうん、あんまりロングランやっても意味がないって考えるチームもあるかもしれないし。寒暖差は結構あるの、ここは。いや、ね、うん、意外と今週末あったかいらしいんで。そうなんだ。もうすでに現地入ってる人からすると20度ぐらいあるらしいんで、うん、意外と日本の、あの今の秋の日本とそんな変わんないか、ちょっとあったかいぐらいっていう、うん、なるほどね、話なんで、うん、まあ、だからこのフリー走行をね、どういう風に使うか、うん、割と注目して見てると面白いんじゃないかなと思いますね。ピレリ的にはどうなの。ピレリ的には何も分かんないですよ。あ、何も分かんない。あ、ピレリだからね。とりあえずパスタが美味しいけど地元だからどこ行っても美味しいですから。あ、ボローニャ、そういうことね。超美味しいですからね。僕もあのイモラ2回か3回行きましたけど、ほう、まあ、ボローニャ、ね、その辺のレストラン入ったら美味しいですもんね。美味しい、どこ行っても美味しいですもんね。むちゃむちゃ美味しい。行ったな、食べにボロネーゼね、いわゆるボロネーゼ、ミートソースって言われてますけど、本当にあの本物のボロネーゼは、うん、もう肉盛りだくさんのボロネーゼ、ミートソースだから。タロさんが知ってるミートソースとは違う。ケチャップ味ではないですね。まあ、もちろんトマト使ってますけど、うん、どっちかというと肉主体、ちょびっと乗ってるんじゃなくてもうぐわーって乗ってる。あ、もうそうそうそう、ほとんど肉です、ね、へえ。トマトも酸っぱくないから、イタリアのトマトって。あ、でもトマトって果物って言われるぐらいだもんね。そうです、そうです、うん、だから肉のうまみがすごいえぐいっていうね。でしかも麺もほら、向こうはもうみんな各レストランで、ね、うん、お手製で作ってて生の麺じゃないですか。乾燥させてない生麺だからもちもちだし。あ、そう、そう、ね、すごいうまいですよね。店先で、こう職人さんは店先ではやらないでしょうね中国の餃子屋じゃないんだからおばちゃんが作ってるところ見えるってやつそんなのないですけどまあまあイタリアいいですね。特にまあエミリア・ロマーニャっていうのは、うん、イタリアの中でも一番食べ物が美味しいって言われてる地方なんですよ。まあ、トスカーナもね、この間のも、うん、あの美味しいものたくさんありますけど、うん、エミリア・ロマーニャっていうのはやっぱ生ハム、パルマ、ね、プロシュートとか、うん、そのレストランにピッツァもあるんじゃん。まあ、ピッツァはまあおにぎりみたいなのを使うとこでもありますね。
一緒にやっぱりそのレストランのメニューとしてちゃんとしたレストランに行くとピッツァっていうのはあんまりないじゃないですか。やっぱないんだ日本でも。ほら必ずあるでしょ、うん、まあほらあのいい和食の、ね、なだまんとかに行って、うん、おにぎりってメニューあんまないですよね。ちょろっとおまけであるスタイル。最後にね、最後に炭水化物でちょろっとね、うん、こじゃれたのが出てくるんだけど、はい、そういうことね。まあ、でもピザも普通に美味しいですもんね、うん、どこ行ってもね、単純なそのトマトとモッツァレラだけのやつでも美味しいし、全然関係ない話になっちゃったけどイタリア行きたいなということで、はい、はい、トロさんの注目ポイント、お、はい、行きますよ。おトロさんの注目ポイントは、トロさんの注目ポイントは、チュン、チャチャー、トロさんの注目ポイント、セブンシャープファイブ VS ボッチャー、今度こそ負けるもんか。二人同時撃墜ですか。えぐいですね。ちょっと今度こそちょっとここはね、ちょっとフェラーリ早いんじゃないかとちょっとこっそり思ってるんですよ。こう、うん、思ってるんで、うん、エンツォエディのフェラーリサーキットということですからね。そう思ってるんで、でもやっぱりルルルじゃないんですよ。太郎さんは、太郎さんが応援したいのはセブなんで、うん、セブ応援したいんだけど、多分セブの頑張りにちょっとこいつがちょっと関わってくるんじゃないかなっていう、うんうん、この人も今ちょっと焦ってるんですよ多分、はいはい、まあさすがにそのオーナーの息子とはいえね、さすがにそれはないだろうとお前そんなにいい車に乗っててそうで特にあの彼がね、うん、まあ、あの来るってなってからちょっとおかしくなっちゃってるんで、ほうほう、意識してるんですね、うん、何かがあるんだよ彼の中で、ほう、うん、だからその彼の中で実はファン、そう、その意識が実はセブファン、うん、そう、ちょっともしかしたらこの2人が素晴らしいバトルをするのか、どんがらがしゃになるのか、まあ、ちょっとこの2人の絡みに注目してなっていうことで、田中さんは注目ポイントにこの2人を挙げさせていただきました。多分なんかやると思う。今度こそって言ってますけど、前回入賞してますからね、一応。今度こそどんがらがしゃんってことかな。今度こそもうちょっと上の方でね。そうですね。はい、だって、チームメイトは4番だったわけでしょ。まあそうですね、中段トップ、中段トップね、そう、負けるもんかってなんかどっかの撤退するメーカーじゃダメじゃん。まだダメじゃん、うん、ちょっとだから、うん、撤退かな、うん、ちょっと空回りしてるんだよ、はい、坊ちゃんが一人でね、まあ、ベレ掃除なんか最後尾まで落ちたのにあそこまで盛り上がって、ね、挽回してますからね、うん、そうそう、だからちょっとこの二人に注目してあげてっていうね、はい、19位20位争い一周目でどんがらがっちゃって、そしてもう一つ、もう一つポイント、フェラーリと俺たち、お、フェラーリと、あ、セパレートしてきましたまあ一応俺たちって、まあ、イタリアのいつもの定番で地元だから頑張れっていう意味でやってるんですけど、まあ、フェラーリね、さっきも何回も言ってますけど、エンツォエディのフェラーリサーキットですから、あ、そういうことね、モンツァも一応ムジェロも、まあ、イタリアとはいえ単独のサーキット、ね、今年エンツォエディのフェラーリサーキットですよ。これだけフェラーリフェラーリフェラーリってこう F1 界がフェラーリを押してくれてるのに、参戦もあるのにイタリア国内で、ね、うん、参戦してるだけっていううまくないっていう、ね、最後フェラーリの名前、創業者の名前がついてる、要するにホンダ総一郎サーキットでホンダが無様なレースできますかっていうことですからね、まあ、それでいうと毎年鈴鹿では空回りしてますけどね鈴鹿で活躍したとこ見たことないですよね、ホンダスペシャル、ね、鈴鹿スペシャル、あ、確かに確かに、うん、なんとかスペシャル多かったね、イモラスペシャルも空回りかな、うん、あ、でも今のパーミルってそういうことできないでしょできないですチームがあのイモラスペシャルになっちゃって、まあ、スペシャルね、で絡まるっていう、はい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 、うん、ちょっとパスタ回しすぎちゃう、絡まっちゃう、あ、ま、じゃあまたあの色でくるの分かんないですけどねあの時は1000レース限定だったから、あ、1000レース限定だったね、今回はまあちょっと演奏が泣いてるってことで黒色で、で、まあ、あと、うん、ほらあのさっきも言った通り、うん、アルファタオリはすでにテストやってますから頑張ってもらいたいなと
あそういう意味でこう 俺たちで送ってるわけね、地元、うん、イタリアチームでね、うん、まあ、一番近いですからね、それこそ。ああそうなんだ、まあ、ファエンツァもマラネロも、うん、エミリアロマーニャ州の中ですから。ああじゃあもうチャリコで通れるもん。チャリコでは通わないと思います、さすがに電車で何駅かだから。ここぐらいなんか赤い服着た人が、まあ、でもアルファタオリとかは多分うちから通えるんじゃないですかね、普通に。へー思いますけど、わかんないけど。まあそれぐらい近いところで。なるほどなるほど、はい、うん、だから注目してあげてってこと。まあまあ注目したいな頑張ってほしいなっていうことですね。という感じです。以上ですか。はい、以上です。ということで、じゃあタロさんの優勝賞サクッとね、あ、今回のキャラとかがあのクローっとかしなくていいからもうね。もうだってもうアルボンが中段トップと書かれちゃってるわけだから。もうアルボン優勝予想欲しかったな、ね、わかりですねっていうことでね。はい、はい、ドル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 ド最後まで見てね。チャンネルっていう言い方かもしれない。ラゾーネ見てる人にとってはもうチャンネル派っていう話ですからね。そうそう、だからあれですよ、だからフジテレビを見てねっていう意味が込められてるわけですよ。ネクストをね。そうそう、ネクストをね、チャンネルはそのままって。ラゾーネチャンネルじゃないか。そうしましょう。F1 ライフチャンネルもそのままで。うん、そうそうそう。だからまあ優勝も自動ワンツーなんですよ。だってもう久しぶりのレースなんでしょ。で、さっきもね、プロも言ったように、振り走行も1回しかないし、うん、だから今度は何腕がつるのかじゃん。指が痛いかみたいな。だからまあまあなんかね、またなんか言いますよ。うん、それで言うとライコネンだけじゃないですか、現役でイムラのレース走ったことあるのは。お2006年ですから。ああ、なるほどね。現地を知っている。アロンソもいない今となっては。おお、なるほど。アロンソじゃあ待機してる。待機するかもしれないです、近くで。マラネロ偶然近くで、うん、たまたまマラネロ旅行に来てて GoTo で、うんうん、来てたかもしれないです。でも、ルノンは遠いのか、近くじゃないのか。遠いです、うん、たまたまファクトリー来てたからさ。全然遠いですけどみたいな。まあまあということでね、まあまあちょっと残念ながらもう自動ワンツーなんで、というわけで、まあ、2日間なんでね、うん、まあ、キャッとやればキャッと終わるかなっていう。いつも僕らも事前の取材木曜日にずっとやってるんですけど、ああああ、あのヨーロッパ時間のお昼12時からだいたい夕方6時ぐらいまで取材やってるんですけど、うん、今回はそれが金曜日に行われて、うん、で、土曜日は無予選後の取材で、日曜日は決勝後の取材っていうだけなんで、うん、まあ、楽っちゃ楽ですよね。ああ、そう、金曜日がないっていうのは特にあの金曜日のロングランのデータを分析する人とかにとってはすっごく、それがなくなるとすっごい楽になる。ああ、そういうことね。うん、まあ、逆にあのやろうと思ったらフリー走行の後予選までの時間でキャーって。ああ、そういうことか。お台場 の打ち合わせルームがすごい大変なことになっちゃうかもしれない。一、うん、ね、はいはい、人だけキーってなってるかもしれないですね。ああ、そういうこと、うん、へえ。大変ですね。そういう大変さがあるんだね、うん、短かった短いのね。そうなんですよ、はい、うん、なるほど、はい、そんな、いろんな人の大変さも考えつつ、うん、2日間開催、まあ、見てる方は多分土日だけなんで、ね、1日もうフルに楽しむぞって言ってフリー走行から予選決勝を全部フルに楽しめるんじゃないかなと思いますね。ああ、そういうことね、うん、まあ、ちょっとね、金曜日ないっていうのも、うん、まあ、言わないので、まあ、それもね、今日これこの動画でね、楽しんでいただけたかなと思うんでね、はい、では、明日、明後日、はいはい、2日間開催の、ロマーニャ、ね、ロマーニャサキット、あれロマーニャグランプリ。この間もロマーニャレースって言ってたし。そうそう、始まりはエミリア・ロマーニャだから。最初から間違ってるし。エンツォ・フェラーリ・デモローデ、あれなんだっけ。そんな感じ。はい、ということでね、いけーフェラーリー、いってらっしゃーい。今週はチームノートに行きたいということで。そうだね、うん、チームノート、じゃあこちらお願いします、チームノート。
これ。じゃあチームノートを予想すればいいでしょ。あ、それいいですね、うん、1位2位3位だもんな、うん、そもそも我々とあの予想の軸が違うから、軸が違うから、だから1位はタッペンですよ、うん、いや今回は多分ガスリーできますね、ガスリーでくるかな、うん、1位タッペン、チムちゃんがボスさんって書いたことないもんね、うん、まあ、だからあのタッペンハミタンガスリー、あーそれ前回と一緒ですよ、あ一緒、いやじゃあ一緒はつまんないな、そうそうそう、うん、あ、分かった、新しいチーム予想、チーム予想、チーム予想、間違えた、チーム予想、チーム予想、人望と輸送こちら、はい、もう同時に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 1位ルールルタン、1位ガスタン、2位ガーガガタン、2位ハミタン、3位ハーハハタン、3位ルルル、メンツは一緒になっちゃった、メンツは一緒、あ一緒だね、あそうだね、あでも順番ちゃうもん、そうだ、そこが違うだけで、うん、まあ、だから基本顔面ランキングってことですけどチムちゃん的顔面ランキングってことですか、そうだね今までの傾向と対策からすると、うん、こういう感じの顔面ランキングになるってことですかね、そうだね、まあボスさんは見たことないですよ確かに、うん、ただこれあの今週問題はほらあの今週金曜日これ放送してるでしょ、はいはい、うん、いつもほら木曜日だからチムちゃん登場してたけど、はあ、うん、お今週もしかしたら金曜日もうどっか移動 GT でしょ、えあれ今週 GT じゃないの、先週 GT、 先週 GT か、今週なんだないや、86があるんだ、あ86とスーパー耐久違うの、あじゃあ今週、あ今週ないのかな、じゃあなんでうち出てくんないですか、まあ、そうだね、うん、なんか撮影会があるのかな、撮影会もうちょっと写真集、4位写真集、うん、写真集クラウドファンディング皆さんご購入ください、はい、新コーナーができたからね、まあそんな感じでエビディアラマーニャグランプリ皆さんお楽しみください、はい